はい、皆さんこんにちは。はい、皆さんこんにちは。ですね、昨日またプラプラとハードオフに行ってきまして、全くもってですね、買う必要は全然なかったんですけれども、まあご覧の通りですね、アンプを買ってきてしまいました。山水のAUD507X というモデルです。お値段はですね、まあ 39.8 ドフと、特別安いわけでもなく、まあ高いわけでもなくっていう感じでしょうかね。まあまあそこそこ手頃だったのと、まあちょっと久しぶりに山水のアンプを聞いてみるかということで買ってしまいました。まあ、山水のアンプというとですね、もう随分昔なんですけれども、過去、まず最初に AUD の 907F でエクストラですかね、それを入手しました。まあ、しばらくメインアンプとして使ってたんですけれども、でその後、AU の6900というモデル、を入手しまして、さらに最後が AUD607 かなを入手しました。AU のね、6900は非常に素晴らしい音色でね、お気に入りだったんですけれども、まあなんかいろいろとですね、故障が頻発して、私の技術では直しきれなかったので処分してしまったんですけれどもね、生きていれば本当に取っておきたいアンプでした。一方ですね、このいわゆる07シリーズの、まあ、2台なんですけれども、何でしょうね、私の好みの音ではなかったかなという感じですね。なんというか華やかさに欠けるというんですかね、よく言えば、まあ、落ち着いたしっとりした音っていう感じなのかもしれないんですけれども、結局その後にですね、まあ今もベスト3の中で残ってるんですけれども、ヤマハの CA2000 を入手しまして、まあそちらの方がですね、きらびやかな音色っていうんですかね、なんで非常に私の好みになったんで、それとメインアンプの座を入れ替わりまして、まあ手放してしまったんですけれどもね。で今回はこの 507X を入手して、まあ昔の印象はもしかしたら間違ってるのかもしれないということで確認してみようかなというのもありました。まあ、正直山水のアンプの07シリーズっていうと607から上っていうイメージなんでね、まあ、5番台っていうのはちょっと普及機っていうイメージがあるんですけれども、これはまあ1984年の発売で定価が6万5000円ということで、まあピュアオーディオとしてはエントリークラスかなというアンプですね。で一応まあ CD 入力から音が出ましたということなんで買ってきました。はい、まあプロテクターもね、問題なく解除されて、まあすでに音も聞いてますけれども、まあまあ問題特にないかなという感じはします。まあただ一つね、トーンコントロール、トーンスイッチを入れて回してもあまり変化が感じられないので、ちょっとこの部分に経年の劣化があるのかもしれないんですけど、基本的にはまあトンコンはあまり使わないんでね、まあ折を見てちょっと開けてみようかなとも思いますけれども、あとまあボリュームとかスイッチ類のガリはそれほど感じられないのでですね、状態はまあまあいいんじゃないでしょうかね。フロントパネルがもうこれちょっと掃除してますけれど汚れてたぐらいで、全体的にも綺麗です。ちょっと中をじゃあ見てみましょう。
はい、こちらが内部の全貌です。まあさすがにエントリークラスなんで、中はスカスカな感じですね。まあそれでもやっぱりね、山水なんで、ちゃんと山水のロゴが入った、かなり巨大なトランスが入ってます。フィルターコンデンサーは2万2000でしたね。なんか1本っていうのがちょっと悲しい感じがしますけれども、容量自体はでかいんですけどもね、なんとなくまあアンプっていうと2本以上みたいなイメージがあるんで、1本しかないです。で、こちらがパワートランジスターが2組ずつ左右にあります。このパワートラはどうも上位機種の 607X とはまた違うパワートラみたいですね。8オームでの出力が80ワットらしいんですけれども、607は90ワットなんで、まあその辺の差なのかなと思います。こちらがイコライザーです。で、こちらがパワーアンプの部分ですね。まあ左右に同じような基板が載ってます。ちょっとわかんないんですけど、これはちょっと DC 漏れを測定していたので、特に問題ないですね。左右で数ミリボルトぐらいしかなかったんで大丈夫です。まあ後ろ側は至ってシンプルで、エントリーモデルなんで特に変わったものはないですね。まあそういうわけでですね、音を聞いてみた印象なんですけれども、やっぱり同じかなという感じですね。まあ力強さとかは結構ね、あるんですけれども、やっぱり中高音域のきらびやかさがちょっと私の好みではないかなという、足りないかなという気がします。まあもちろんね、新品の頃の状態だったらもうちょっと違ってたのかもしれませんけれどもね。あくまでもまあもう長い年月が経ってからの印象なんで、あれですけども。やっぱりちょっと好みではないなっていうのが正直なところですね。まあとりあえず手に入れてしまったので、まあしばらくはちょこちょこは使ってみようかなと思います。以上、ハードオフの巡回、山水の AUD507X の紹介でした。